USC ヘビー級王者ジョン・ジョーンズを追う USC ヘビー級ランキングトップ5を紹介。5位トマス・キナル。 MMA 戦績13勝3敗 USC 戦績6勝1敗。イングランド出身の30歳。ボクシングをバックボーンに持ち、ブラジリアン柔術クロービオン保持。現 WBC 世界ヘビー級王者で、事前フランシス・ガヌーとのボクシングマッチが決定しているタイソン・フューリーのスパーリングパートナーを務めていた経験を持つハードパンチャー。13勝のうち全てフィニッシュ勝利しており、8連勝を挙げるもガーティス・ブレイズ相手に右ローキックを放った際に右膝を負傷し、開始15秒の TK を負け。しかし前戦の2023年7月23日、ランキング10位のマルチン・ティプラと対戦し、肘打ちから右ストレートでダウンを奪い、パウンドで1ラウンド TK を勝ち。次はさらなる大きな壁であるトップ3を狙います。4位ガーティス・ブレイズ。 MMA 戦績17勝4敗 USC 戦績12勝4敗。アメリカ合衆国出身の32歳。レスリングをバックボーンに持ち、テイクダウンしてパウンドと肘で相手をフィニッシュまで追い込む強豪レスラー。あの MMA 戦績29勝無敗のカビブ・ヌルマゴメドフがブレイズを大絶賛。ここ数年長きにわたりトップ5に君臨し続けておりますが、王座挑戦まであと一歩で敗北。前戦ではセルゲイ・バブロビッチに1ラウンド TK を負け、王座挑戦を目指します。3位スティーペ・ミオンチッチ。 MMA 戦績20勝4敗、 USC 戦績14勝4敗。アメリカ合衆国出身の40歳。 USC ヘビー級王者に長年君臨していた、かつて人類最強と呼ばれた男。スタミナ、唾液、レスリング力、 MMA 全局面において非常にレベルが高いオールラウンダー。1試合で1億円以上の大金を稼ぎながらも、現在も週2回は非正規社員で消防士として時給1520円で勤務。自分がたまたまあることが得意だからといって人より優れた人間ではない。私は消防署で働く、ファイターとしても働き、人の顔を殴る、そして私は自分の生活をすると話しております。2021年3月の王座陥落したフランシス・ガヌー戦以来、約2年半試合から遠ざかっております。2位ジリル・ガン。 MMA 戦績11勝2敗、 USC 戦績8勝2敗。フランス出身の33歳。キックボクシングをバックボーンに持ち、軽快なフットワークから打撃を打ち込むストライカー。24歳からキックボクシングを始め、約2年でムエタイのタイトルを獲得。 MMA 参戦で USC と契約し、約2年で USC ヘビー級暫定王座になった凄まじいスピードでキャリアを駆け上ってきた実力者。フランシス・ガヌー、ジョン・ジョーンズに敗北し、正規王者には慣れていないガンが再びタイトル挑戦を目指します。1位セルゲイ・パブロビッチ。 MMA 戦績18勝1敗、 USC 戦績6勝1敗。ロシア出身の31歳。現在 USC ヘビー級史上最多となる6試合連続1ラウンド KO 勝利の記録を更新中の爆発力のあるハードパンチャー。2018年に12勝全勝で USC の契約をするも、 USC デビュー戦ではアリスターに1ラウンド KO 負け。しかしそこから驚異の6連続1ラウンド KO 勝ちで現在ランキング1位に急浮上。パブロビッチはタイトルに挑戦できるタイミングが来るまで試合はせず待ち続けると話しており、次戦はタイトル戦が濃厚です。王者ジョン・ジョーンズ。 MMA 戦績27勝1敗、 USC 戦績21勝1敗。アメリカ合衆国出身の36歳。現在 MMA 世界最高峰 USC の最重量級ヘビー級王者に君臨する正真正銘の人類最強。現在 USC パウンド4パウンド1位、 USC 史上最年少記録の23歳8ヶ月で USC ライトヘビー級王座を獲得しており、 USC 史上8人目の2回級制覇王者です。数々のトラブルを起こし何度も逮捕されるも、2023年3月にヘビー級に階級を上げて約3年ぶりの復帰。シリル・ガーンに何もさせずギロチンタップを奪い王座戴冠。次戦は2023年11月12日 USC295 にて元絶対王者スティーピ・ミオシッチとの対戦が決定しております。ジョン・ジョーンズがヘビー級史上最高の選手と称される元絶対王者スティーピ・ミオシッチ相手にどのようなパフォーマンスを見せるのか要注目です。